手短に。そうです、今まで笑いてました。手短にですね、あれですよね、特定秘密保護法がね、どうも12月10日にやるということを決めたらしいんですけども、あの坂の上の人たちが、ね、特定秘密保護法、去年12月に閣議決定されたじゃないですか。でその後に安倍ちゃんなんて言ったか皆さん覚えてます？通り歩いてる人も覚えてます？国民の皆さんに丁寧な説明をしますって言ったはずなんですけど、なんか話あったっけ？何もない、ないよね。何もないけども、もうやることだけは決めちゃった。やる50、何55項目あるんだっけ、秘密、特定秘密にね。そうで、なんかね、そう、特定、去年12月結構盛り上がったじゃないですか。みんな、官邸前も行ったし、街中とかでも周知とかも結構やったし、で、結構周知とかしてて、で、それ、そこからやべえよやべえよっていう人が本当に増えたんだけど、なんか結構もうね、みんなね、時間経って忘れちゃったっぽいですよね。もう一回思い出しましょう、皆さん。特定秘密保護法。特定秘密保護法。なんか聞いたことあるかなみたいなね。うん、思い出してくださいね。特定秘密保護法、何が秘密か、それは秘密ですっていう特定秘密保護法ですよ。ね、秘密を守ってくれる法律じゃないですよ。私たちの秘密を守ってくれる、プライバシーを守ってくれるわけじゃないですよ。国が勝手に、あ、これ秘密にするからねって言って、それをそれにどうしてですかって聞いたら捕まっちゃうかもしれない、そんな法律ですよ。おかしいよね、おかしいですよね。で、そうです。で、その公務員、まずは 公務員の友達とか家族とか、まあ、大概公務員っているじゃないですか。まあ、ここ、ね、経産省もあるし、大概いるじゃないですか。そうすると、身辺調査されるんですよね。本人、家族、友人。友人ってどこまでが友人だか分かんないんだけど、本人、家族、友人、情報収集ってやつですね。懐かしいですね。身辺調査されるわけですよ。ね、気持ち悪くね、なんか身辺調査されるので、なんかそれが何、収入とかさ、酒癖の悪さとかさ、性癖とかさ、そういうこともなんかねやられるらしいですよ。うん、なんかこの間聞いたんですけど、そのスノーデンさんいたじゃないですか、アメリカのね CI、 あれで人の性生活を覗いて楽しんでたって話があるんですよね。スノーデンが？スノーデン、うん。だからそれ、だから、そう、そういうことをしても、何？法として認められちゃうってことですかね？これ、気持ち悪いっすよね。なんか、ねえ、余計なお世話だっつうのね。ほんとね、もう、だから本当そういうことが、ね、自分はまあ、大概の人はもう関係ないと。別にそんな、特定秘密なんてやばそうなものに触れないから関係ないと、まあ思ってる人が大半だと思うんですけども、その触れる触れない以前に身辺調査されますからね。気持ち悪いなと思いませんか？恥ずかしい。ねえ、やだ、そんなの。っていうことで、もう一回思い出してください。通りを歩いてる人、信号を渡ってる人、中継見てる人、特定秘密保護法。もうね、決まっちゃったから終わりじゃないですよ。12月10日までまだあと2ヶ月。ありますからね。やることやりましょう、本当に。うん、講義もそうだし、でもいいし、あとはまあどんどん周りの人に教えてあげてください。知ってる人は自分の中、心の中で やばいと思ってたよって後で言ってもしょうがないんだからね。やばいと思ったらやばいって口に出して言わないと何も変わりませんので、本当に特定秘密方法もう一度思い出して周知してください。よろしくお願いします。以上です。どうも、かよしでした。ね、特定、あ、そうそう、だからね、その、NSA か。ね、NSA やスノーデンさんね、いたところね、やってたらしいんですよ。で、なんか、ね、そういう、盗撮をしてるわけじゃないですか。ね、性生活。それがなんか、どっか動画に出回っちゃうことないのかなと思って。まあね、わかんないですけど、そうしてもそれ出したのも秘密にされちゃうじゃないですか。どこから出元が出たとかね。なんかね、気持ち悪い、分かんない、分かんないけど ね、あとなんか、そう、特定秘密保護法っていうのはね、政府主催の NG ワードゲームでいいんですよね。だから、その、あれとあれとこれは知られたくない。そう、そのなんか NG ワードを言ったら、
失格というか逮捕されて懲役10年プラス1000万払わなくちゃいけない、ね、でしかも最後までその答えを教えてもらえない、素晴らしい、そういう NG ワードゲームですんで、皆さん、ね、ちゃんと特定秘密保護法、ね、もうちょっともう一回考えてみてください。そんなわけで、